全国津々浦々難関オフロード城破り総集編。これまでランクルチャンネルでは全国津々浦々の難関オフロード城に挑戦してきました。今回はランクルチャンネル号が攻略してきた9つのオフロード城と見どころ満点の走行シーンの総集編、最後までお見逃しなく。第1弾は愛知県のさなげアドベンチャーフィールド。ここはインチアップなどチューンナップランクルが腕を競い合う大会が開かれるほどのオフロード施設。ロック、モーグル、水辺、林道などさまざまなオフロードの難所がある知る人ぞ知る名コース。まずはバンクローを走り抜けるチャンネル号から。続いて深さ最大70センチにもなる水場走路ゾーンでの走行シーン。モーグルゾーンでのスタック脱出のシーンをドライバーの手元とともにご覧ください。長さ45メートル、ロックゾーンに挑む。まるで壁登り、傾斜30度の急半。第2弾は熊本県権堂シャロレー。山の自然を切り開いて作った難関オフロード場で35年間あまたの四駆が駆け抜けた歴史ある施設、ほぼノーマルのランクル80が挑みます。まずは辺り一面石と岩、ロックマウンテン。このコースでは阿蘇の火山灰を含む黒土と粘土層の赤土、滑りやすい2種類の土壌がランクルの行く手を阻みます。続いてロックとモーグルの同居ゾーン。そしてゴール前にそびえ立つタイヤマウンテン。第3弾は山梨県の富士ヶ根オフロード場。富士山のふもと 2.4 万坪の膨大な敷地にモーグル、ヒルクライム、ロックなど多彩なコースを揃える難所にランクルチャンネル号が挑みました。まずは外周路を爽快に走る。続いて連続コブのモーグルエリア。コース名物、巨大バンク、土のバケツ。水辺走行にトライ、泥池マットセクション。
最長 400m の急半ロングヒルクライム。そして林道の中、急半ロックゾーン。第4弾は広島の由緒あるオフロード場、スポーツランド玉田。山を切り崩して作ったという30年以上の歴史を持つオフロードコース。まずは見るからに険しい坂を登りながらの急カーブ走行。続いてコブだらけのモーグルチャレンジ。ここでなんとコース上に意外なゲストが。そう、鹿です。自然を生かしたコースだけに時折野生動物が出没するんだとか。続いて運転テクニックが光るサバゲー障害物スレスレ走行シーン。そしてコース最難関の絶壁ルート。第5弾は埼玉県のオフロードコース、アウトドアパークブロンコ。秩父の大自然に囲まれた山の中のオフロードコースで、およそ 18,000 坪の斜面を生かした広大な山の中の難コース。今回からオフロード仕様のタイヤにパワーアップしたランクル80チャンネル号が挑みました。まずは斜面を激走、林間モーグル。続いて岩山を越えるチャンネル棒。さらにガスボンベを越えるコースも。そして足場ぬかるむ最難関コースに挑む。第6弾は茨城県の下館オフロードコース。ゴルフ場などもある巨大なレジャー施設にオープンしてから20年以上、オフローダーたちに愛されたコース。広大な敷地に立ち並ぶ様々な難所、それをフィールドアスレチックのように体験できる、初心者から上級者までチャレンジできる場所です。まずは丸太のアスレチック。続いてベーシックなロックゾーン。
また土管を使ったアスレチックも。最後には40度にも及ぶ傾斜角の鉄製ヒルクライムに挑戦。すでに2度失敗し、これが3度目の正直。見事クリアしました。第7弾は奈良県のオフロードコース、奈良トライアルマウンテン。奈良トラの愛称で親しまれる森の中のオフロード場。もともと林業の土地、 1.5 キロ四方の山間部分をオフロードコースとしても利用。自然が作り出す難所を持つ全国有数のオフロード場です。川登り走行にチャレンジ、自然の障害物に挑む。続いて奈良トラ名物激狭ロング林道。ゴツゴツ岩でいっぱいの砂利道にも挑戦。急坂だらけのロックゾーン、ツルツルロック坂。第8弾は京都府のグランドキャニオン、オフロードパーク。こちらはおよそ5500平米。もともと四駆専門の中古車やパーツを扱うショップが10年ほど前に手掛けたオフロード場。グラキャンの愛称で親しまれ、モーグルや丸太などのコース施設はお客さんと一緒に手作りしたというファンの多いコース。まずはコブだらけのモーグルゾーン。モーグルゾーンの中の滑る土管にも挑戦。そして手作りならでは多様なギミック満載のチャレンジセクション。続いて急坂チャレンジ。急斜面の先にはモーグルエリア。そして急な下り坂を降りて完走です。第9弾は静岡県のオフロードコース、奥山デイズ。およそ2万6000平方メートルの斜面に広がる
キャンバーやモーグル。もともとはみかん畑だった場所に作ったというオフロード場で、何台も走ってえぐれた土の中からは石がゴロゴロと出てきて、路面の難易度が大幅アップしています。まずは砂利だらけのヒルクライム。また5本の巨大タイヤが待ち構える障害物チャレンジも。丘の上、砂利混じりのモーグルゾーンにも挑みます。続いて傾斜角約30度モーグル級半チャレンジ。さらに林の隙間を縫う急半チャレンジも。ランクルチャンネル号のオフロード場破り総集編、いかがでしたか？全国には多々オフロード場があります。皆さんもぜひチャレンジしてみてくださいね。これからも応援よろしくお願いします。それではここまでのご視聴ありがとうございました。ニュース速報です。トヨタ公式ファンコミュニティランクルズが会員を募集中。急げー。